これね、ピクトロニクスってやつなんです。あ、なんかさらっと始まりましたけど、はい、ピクトロニクスっていう謎のエフェクターで、はあ、マザーシップ2なんですよ。マザーシップ1があって、はあ、マザーシップ1ね、結構ね、大きいんですよ。もっと大きい、はあ、マザーシップ2はちょっともうちょっと分かりやすく作ったような感じで、はあ、これは僕借り物なんですけど、はあ、ちょっとそれをね、今日はね、はい、なんか やってみようかなと思って。やらないっていう選択は。やらない選択もありますよね。あ、ね、また来週それいいっすね来週はやんのかみたいな。ちょっとね、はい、音出してみますわ、はい、まあ今クリーンです。で、ちょっとね、こんなんない状態は、うわあるとき、これね、それ系か、近い、もう飛び道具じゃないですか。飛び道具なんですよ。ね、YouTube サイトで、はい、これのね、あのこうデフォルトみたいなの公開してたから、つまりは多分いじってもらえば分かると思うんですけど、僕ちょっと今日見れなくてですね、今もなんか適当にいじってるんですけど、これ説明書がないんですか？いや、あるじゃないですか。ちょっと借り物なんで今回なかったんですけど、ネットとか調べれば全然なんかあると思うし。かっこいいよ。このなんかポワンポワン言うの消したいんですけど。ラスボスかなんかの音楽ですか？なんかね、もっと勉強してきますわなんかね、勢いでやろうと思ったら、はい、その勢いじゃ、はい、太刀打ちできないエフェクターでしたね。激沈。可愛らしい音が出るっていうことは、はい、今回のその、研究結果で分かりましたから、ここから深くいってね、はい、もしかしたらめちゃくちゃ格好とか出せるかもしれないじゃないですか。ああ、そうですよね。でもちょっと今の僕のレベルでは無理なんで。未体験ゾーンな、ね、未体験ゾーンなやつなんで。こんな感じです。はーい、明日ー、ました。ファミコンやな。ファミコンですよ。